安いだけが魅力じゃないですよ。今日はちょっとスマホ携帯の話しようかなと思いまして、で僕自身は、いわゆる格安スマホと言われる安い携帯会社でやってます。で、こうスマホとかがよく使われるようになった前、いわゆるガラケー時代もソフトバンクを使っていて、で当時はもう、ドコモ、au、ソフトバンクの3つだと思うんですけど、でその中でソフトバンクを使ってました。でその、まず料金が安いっていうので使ってたんですけど、もう一つ実は隠れた魅力があって、でどういうことかっていうと、繋がらないことなんですよね。繋がらないこと、携帯やなんで繋がらないことが魅力なのっていうことなんですけど、携帯とか、今スマホだと LINE かなとかって、その繋がらないこと、返信がないことを結構なんか、とやかく言われる時ってないですかね。そういう時に、俺の携帯ソフトバンクやからとか、今だと俺のあのスマホを格安にしてるからっていうことで言い訳にしちゃうんですよね。で、その格安スマホ、僕もう3つ目なんですね。3会社目なんです。で、最初が、Y モバイルですね。Y モバイル。で、その次に、X モバイル。YX と行きました。で、今現在が楽天モバイルに変えてるんですね。で、その、なんで LINE 返せへんねんみたいなことを言われるときに、あ、ごめん、俺、Y モバイルやからとか、以前やったら X モバイルやから。で、これからはもう楽天モバイルやからなって。で、特にね、今年の10月かなから、楽天モバイルの場合は、自社回線を通すようで、で、その、自社回線になったらもっと言えるかなと。楽天やからなって。つながらなくてもね。で、今、その LINE が、なんていうかな、既読無視っていうか、その通知無視ができるんですよね。で、どういうことかっていうと、その、通知をしておけば、誰からのメッセージなのか、で、そのメッセージの1行目ぐらいがピロって出てくると思うんですけど、それを見ても、読む、読まないを決めるという無視の仕方なんですけど、で、それをしてても、俺の格安やからなって、言い訳ができるんですね。その通知があるやろって突っ込まれても、今来たわ、みたいな。格安やし、しょうないよなっていうふうに言い訳ができるんですよね。っていうメリットが、隠れたメリットがあるので、もしあなたが、そういうね、携帯ブッチを決め込みたいと思うなら、料金の面もね、含めてね、格安スマホおすすめですよ、というところと、で、とはいえ、本当の、なんていうかな、つながりやすさ、つながりにくさってどんなもんなんていうところで、僕自身がね、そんなヘビーユーザーじゃないので、例えばずっと動画見てるとか、それとか、SNS もほとんどそんなにしないし、で通話もそんなに大したことない、もうゲームは一切やらないっていうタイプなんで、その実際の本当のつながりやすさっていうのは正直わかんないです、多分ね、それぐらいのヘビーユーザーじゃないと違いって出てこないと思います。なので、逆に言うと、そういうヘビーユーザーだったらやっぱドコモとかね、安定してるとこがいいのかなと思います。ということで、今日はね、格安スマホの意外な魅力というところで、ちょっとお話ししてみました。
こちらはマスコミにはない切り口をお届けしますので、チャンネル登録お願いします。またこの動画に対するコメントも待ってます。